FG42 は、呉田島の戦いで得た戦訓を踏まえ、1942年に高加火力兵による運用を想定した自動小銃として開発された。ドイツ空軍総司令官へルマンゲーリング帝国元帥が提出した要望によれば、小銃、短機関銃、軽機関銃の能力、及び役割を全て兼ねることが期待されており、運用の思想としては、後のアサルトライフルに近いものであった。従来の小銃及び機関銃と同様の 7.92X57mm モーゼル弾、8mm モーゼル弾を使用し、セミ、フルオートを切り替えられるセレクティブファイア機構を備えていたため、分隊支援火器としての役割を果たすことも可能であった。初期型のグリップは、降下中に地上を攻撃できるよう、大きな角度が付けられた。しかし、実用的でなく、後期型は垂直に近いピストルグリップとなった。初期型、後期型ともにマガジンをレシーバーの左側面に装着するように設計された。これは、小子でもグリップをレシーバーの前方に設定し、発射時の激しいマズルの跳ね上がりを抑えようとしたため、初期型のマガジンには10発容量と20発容量の2種類がある。 FG42 の初期型のストックは薄いスチール板をプレスし、左右から溶接して成形された。軽量でわずかだが、前後に伸縮することも可能。射撃中に、ボルトを交代させるためのコッキングハンドルが激しく前後運動するため、フォアエンドをグリップした手がコッキングハンドルに触れないよう、フォアエンドの右側面と下面に突起がある。